どうだろう。あ、つなぐ、ん？違うの。ん？あれ？お、あ、来た。来たか？あ、お、来た。来た。ライブ配信だった。画面、ゲーム画面いっちゃった。リマサで見てたから2回目ああやっと帰ってきた。ああよかった、おかえりなさい。いや申し訳ない。ちょっとね、はい、ツールじゃなくて、うん、PC かな。うんうんうん、多分 PC のネットワークがなんかちょっと詰まっちゃったか、うん、ズンダだったかわかんないですけど、あらあら、それで、はいはい、放送ツール側もネットに繋げねえぞオラーってなっちゃって、うん、それで止まってましたね。おうん、なので、PC を復旧させたら一応治りました。すいません、このなんか中途半端なタイミングで最後の最後で、はい、申し訳ないです。よかった、うん、よかった、帰ってこれてちょっとあの会議の時間ですがちょっと遅れるというのは、はい、ちょっとだけね、放送止まっちゃったんでっていうのを送っておいたんで、はいはい、大丈夫です。はい、はい、すいません。はい、じゃあ山口さんのあれですね、告知的には先ほど一応山口さん側の放送では終わっていたんですけれども、はい、そうですね、はい、改めて簡単にちょっと NGC 側でも主張していただけるとありがたいです。あのもろもろ詳しくはツイッターを見ていただければ、はい、いろいろ書いてありますのでよろしくお願いします。すいません、ありがとうございます、はい、2回あとはツイッチチャンネルをフォローしてください、うん、YouTube もフォローしてくださ い, そういうことです、ね、終わり、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ NGC からの告知でございます、うん、NGC とりあえず明日ですね、明日の、エイリアンウェア生放送はですね、22時からなんですが、タイトルが、ちょっと待ってね、ビサージというタイトルをやります。ビサージですか？ビの方、ビの方かな、BE なんで V じゃない方ですね。あ、ビサージ、うん、ビサージ、物理学を利用したビルディングゲームです。ビサージュじゃないか、ビサージ、ビサージなはずだね、ビサージュだとホラーが出てくる。 BESIEGE です。はい、うん、中世の甲状腺部隊を構築できる、うん、54ステージのシングルプレイヤーキャンペーンモードにチャレンジしたり、マルチプレイモードで友達とカオスに突入したり、ステージエディターで独自の世界を作ったり、ワークショップでモッドをカスタマイズしたりしましょうという、まあ、一応これシングルでやる予定ですね、はい、うんうんうん、まあ、サンドボックス建設中世破壊物理みたいになってますこれなんだろうね、やばそう、うん、あれ出てこないな。BESIEGE です。はい、BIS、うんうん、なんかひらがなじゃない、カタカナでビサージって検索、あ、出てこない、ホラーしか出てこない。今ね、あの、NGC の方に出したので、ちょっと待ってね、これ山口さんの方にも出したい、よいしょ、ちょっと待ってね。あ、そうか、グループ終わっちゃってんのか。はい、これです。あ、さっきね、承認しました。あ、本当に。うん、あ、じゃあ大丈夫かな。はい、これでーす。あれ、今俺出なかった。これね、はい。ビシージらしいですよ、どうやら。ビシージになるのか。うん。あ、ビシージか。なるほど。ビシージ。ビシージ、あのあれですね。ファイナルファンタジー11であったビシージ。あれだ。なんかとにかくね、なんかわーってみんなでやるやつ雑だな分かんないけど分かった、うん、なるほど、そう、はい、これをちょっとみりんさんが、プレイします、うん、はい、はい、参加型ではないのでみりんさんがソロプレイになりますので、はい、はい、みりんさん応援します、よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今週、スパイダーマンは、水曜日通常通り21時からそして17日木曜日はメテアグが何かをやります。明日発表します。お、はい、そしてですね、ん、 17日なのかも木曜日で17日なのかも、そうっすね、そうか、早いな、で金曜日はデモンズソウルが戻ってきます。さくらさんです、うん、20時開演でお送りいたします。さくらかおるをよろしく頼む。もうなんかむしろ
安心安定のデモンズソウルでございます、はい、いやよかったよかった、はい、で、はい、ですね、来週の週で、はい、21日月曜日からの週ですね、はい、で、今年の NGC のレギュラー放送、うん、終了になります、うん、はい、25日金曜日で終わり予定なので、レギュラーに関してはね、うん、はい、なのでとなると14、今年来週最後です。お、はい、そんな時期なんです。なの で、ね、1年ね、来週は、はい、まあ、3層4層クリアして終わりたい。そうですね。なのでもしかしたらちょっと長くなる可能性もある。なるほど、かもしれないかもしれない運転朝までやる。おお、なるほど。来週だから8時からやるでもありだけどねそんなかかるかな、わからない、かかるかな、わかんない。お話読んでってやってて、まあ12時ぐらいには終わるとは思うけどね。会議は入れないけどね、うんうん、今日ほんとたまたまなんで、うん、はいはいはい、はい、はい、うん、なので、はい、まあまあ、まあ、シーズナルもやるのはありかもしれないですね。ああ、今のこの性防災か、8時からやって、そうそう、ついでにと言ったらあれですけ ど、ね、もうやるタイミングなくなっちゃうから。そうかそうか、そう、ああ放送的にはそうね、うんうん、来年の、なので次はもう年明けになっちゃう、年明けは11日から予定なので、はい、うん、そう、他のレギュラーもそうなんですけども、12月21日の14やって、2週休んで、11日の月曜日からになりますね、うんうん、はい、はい、で、ちょっとまだ何やるかとかは、明日以降に発表しますけれども、年末年始、今年に関しては、レギュラー放送はお休みなんですが、うん、何かしらちょっとスペシャル放送を年末年始に、放送やる予定です。はい、まあ、なぜかというと、まあね、コロナ禍で皆さん、うん、実家に帰らない人が結構多いという、うん、こともあるので、うん、はい、うん、ちょっと長時間だったりとか、うん、なんかいろいろやる予定でございます、うん、そんなすげえ頻度ではないとは思うんですけども、はい、まあ、1個やるとしたら、江戸さんが最近全然できてない VR をひたすらやり続ける放送とかやりたいと思う、うん、楽しそう。もうやれてないタイトルがたくさんあるんですよ VR、本当に、もうだからやらなきゃ、はい、VR をいっぱい楽しむ一日、うん、とかね、うん、はい、うん、まあ、他にももちろん、用意する予定なので、そちらはちょっと今後のね、はい、発表をお待ちください。はい、はい、よろしくお願いいたします。あ、トンツー放送いいですね。トンツー放送は今は無理ですすまん、今は無理、トンツーにそもそも行けてない。トンツーの、なんだあれ、年末年始のおせち肉は予約します、うん、お、はい、あ、じゃあそれを食べに行きます、うん、何言ってんの何を言ってるの、食べに行きます、あなたは、ね、で、いや、あれ山口さんってトンツー肉のおせち肉食べたことあるの、うん、食べたことない。あ、ないか。まあ、はい、あれ家で買ってきて家で普通に作るんだけどさ、うん、うん、まあ美味しいよじゃ あの予約して買ってくんで調理してもらっていいですか、はい、家でうまく、ね、作れるか分かんないんで、そういうね、はいはい、まあまあまあ、もしかしたらそういうのもあるかもしれませんけどはい、はい、ですので、年末年始の放送も、うん、ちょっとねスポットというかスペシャルというか、はい、やる予定ですのでよろしくお願いいたします。はい、はい、以上でございます、うん、はい、ではですね、今日も3時間ぐらいありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと最後の最後で落ちてしまって申し訳ございませんでした。はい、はい、まだね、この2週間、放送ありますのでぜひ、うん、見てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、それでは最後山口さんお願いいたします。はい、来週で最後だけど今年も1年ありがとう、予想も楽しみにしていてね、じゃあまたね、バイバイ